この前買ったクレソン、土を落とすよ。遅いので早送りする。意外と根が張っていて取りにくい。やっと終わったよ。次は、水で土を洗い流す作業。蚊が4匹くらい来て刺された。綺麗になったクレソンたち。鼻毛ハサミで弱っているところを切る。時間かかるので4倍速するよ。ようやく終了。今度は、プラスチックのコップに、サイフォンとクレソンを入れるよ。これまた、時間かかるので6倍速するよ。プラスチックのコップに入れる作業は終わり。まだコップに入りそう。適当に入れておく。液肥を入れる。これは、ハイポニカを500倍に薄めたもの。
コップに入れなかったクレソン。自作の水耕栽培キットに入れた。クレソンいっぱい栽培して年中食べたい。前回のクレソン、元気に育ってるよ。終わり。